いなさい、沖縄こずもです。今回は前回の続きをやっていきたいと思いますが、ただ残念ながら今回は編集が間に合わず急遽別のものを作りましたので、こちらでビューリッシュ。では今回はフォトショップの Tips についていくつかご紹介させていただきたいと思います。 Tips は、まあ、日本語で言えば秘訣ですとかテクニックですとか、テクニックって日本語かなということになります。それでは VTR スタート。ショップは他のペイントツールと違ってカラーホイールというものがありません。カラーはツールのカラーピッカーもしくは右側のカラーバーから選択するしかありません。とても不便です。そこでカラーホイールのプラグインをフォトショップに入れていきたいと思います。こちらのレン・ホワイトさんが制作されたカラーホイールの Windows 版をダウンロードしました。それではダウンロードしたものを自分の PC の C 以下のプログラムファイル Adobe Adobe Photoshop プラグインのパネル図の中に展開してください。 Photoshop を一度再起動し、 Window の中のエクステンションの中に Painter Color Wheel が現れますので、それを所定の位置に配置してみてください。このようにカラーホイールがありますとやっぱり便利ですね。皆さんもぜひ試してみてください。カラーホイール以外にももう一つカラーを選択するのに便利な方法があります。それはカラーピッカーにショートカットを割り当てることです。やり方は以下になります。まず編集からキーボードショートカットの中のツールを選び、そして、カラーピッカーのところにカーソルを合わせて今空いているショートカットキーを割り当てます。私は N が空いていましたので N にカラーピッカーを割り当てました。では何か書いてみましょうか。このようにして N ボタンを押したらカラーピッカーが出せるようになりますので、作業効率が非常に良くなりますので、この方法がおすすめです。それではよかったら試してみてくださいね。いかがでしたでしょうか。今回はフォトショップでのプラグインの入れ方とカラーウィールとフォトショップでショートカットの作り方をご説明させていただきました。このようにですね、作業環境を整えておけば作業効率アップにつながることは間違いありません。というわけでこれからはどんどんフォトショップをカスタマイズしていくことをおすすめします。怖がらずにどんどんやっていきましょう。フォトショップでこういう技を知りたいですとか、こういう便利なプラグインはありますかという方がいらっしゃいましたら、どうぞコメントください。ではこの動画をいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は YouTube の他に Instagram と Twitter もやっておりますので、そちらの方もフォローお願いいたします。では次回の沖縄こずもテレビは前回の続きの黒ろ vs 色もしくは私の新しい作品の紹介をさせていただきたいと思います。どうぞ楽しみにしてください。君はコスモを感じたこと